はい、いつもご視聴ありがとうございます。読書シリーズ解決ゾロリのだが4回です。だ大冒険前編と後編、これは前に聞きました。なかなか読まない、今ちょっと読みたいと思います。それでですね、まあ、さっき一昨日ね、お蝶をね、聞きに行ったんですけど、なんかね、下手くそでね、おかしいなと、なんでこんな下手なのかなと思って、本当にちょっとね、落ち込んでますね、今ね。おかしいよね。松屋さんですね。今度8日ですね、8日。そうそう、三角ピアノ8日ですね。もう三角ピアノですね、やっぱね、あれがやってる時はね、まあ都庁もいいんですけど、やっぱりね、三脚使えるからですね、やっぱりそれが一番大きいですね。なんか人に頼んでね、撮ってもらうっていうのがちょっとですね、ちょっとそれはね、ちょっと私遠慮しちゃうな。ということでですね、まあまあね、下から撮ればいいんですけどね、やっぱりあとね、おしゃべりがあった方がいいからね、おしゃべりがあった方が、この YouTube 的には面白いっていうことですね。はい、この間ね、柴田哲也先生の本面白かったですね。あれはめちゃくちゃ面白かった、ね、2冊面白かったですね。はい、またね、そう、平井一馬先生ね、またね、また読もうと思ってですね、一冊頼んでるんですね。はい、あと、いろいろ、本もね、なかなか、もう練習に夢中でなかなかできないんですけど、はい、今日はね、あと駅にですね、チラシ、ポスターをね、ちょっとまた差し替えで、はい、差し替えでね、私は特殊な方法でできるので、ね、他の方と違うのでね、ちょっとね、フェリーの物語ね、フェリーの物語を見るといいですね。はい、あれを見るとね、本当にね、知恵がね、ちょっと、いやー、しかしピアノね、シェルブールの甘なさだけはちょっと良かったですかね。あとね、もう一回、Tスクエア、ザ・スクエア、泉弘隆先生のですね、曲をもうちょっとね、こんなはずじゃないんだけどな、はい、どうもすみません、失礼します。